ぐり、ぐり、ぐりぐり、ぐりぐりぐり。ふう、気持ちがいいわ。やっぱりノブソは最高ね。すみません、警察です。道端でうんこをしている全裸の女性がいる、との通報を受けて、やってきました。公然わいせつ罪、および、軽犯罪法違反の現行犯で、あなたを逮捕します。クックック、来たな、国家の犬め。だが、貴様に私を逮捕することができるかな？なんだって、どういうことだ？私が何も考えずに、ただ人前でうんこをしていたと思うか。うんこの配置をよく見るがいい。これは、全裸女を中心として、同心円状にうんこが並んでいる？その通りだ。貴様が私を捕まえようとして、私に近づくならば、必ず私のうんこを踏みつけることになる。私は問う、貴様にその覚悟はあるか。貴様らの掲げる法と正義が、本当に正しいと思うならば、うんこまみれになってでも、私を捕まえに来てみろ。それができないならば、私たち全裸主義者に対して、全裸でいることの自由を認めろ。クソ、なんて卑怯な女だ。これは新手のテロリズムじゃないか。このうんこテロリストめ、恐怖と暴力によって、法を曲げようとする。お前こそ、自分が本当に正しいと思うのか？ああ思うね。正義とは暴力と意志によって実現されるものだ。貴様が服従している国家も、所詮は巨大な暴力装置ではないか。クソったれめ、どうすれば、どうすればいいんだ？